まだまだ上にあんのかな。20回だったっけ。あ、ベビーベビーベビーの方じゃないですか。あ、似てるね、ベビーベビー。あれ髪の毛は似てるかも。全然似てないね。ゴッポテイゴッ。なるほど。そうですね。私は一体何の菩薩が教会で、地蔵菩薩、数多くの場所で親しく人々を救済くださる菩薩なんです。ゆっくりでいいと思う。いや、マスクしてるから苦しくなっちゃって。ねえ、どこにさ、え、書いてないの、書いてあるの、書いてないのがあるんだけど。何よ。さっきほら、蛇とかさ。ああ、辰年は蛇年。だからそれは違うんだよ。いや、さっきのだけだよ。あ、これ、あれなんだ、水子さんなんだ。はい、これ、はい、失敗は取っといたいけ。悲観はするな、未来が。悲観はするだろう、悲観は大事だろう。いや、大事じゃねえよ。ずっと悲観してたってしょうがねえんだよ。それを種にして。いや、いらないです。パッパラパーでいいです。この辺腰元なんだね。腰、ここら辺は腰らしいです。10階は腰。宇佐美雅恵さん、はい、日蓮大聖僧。あ、だってそういう日蓮なんたらってなんか寺なかったっけ。顔認証してるとか、もう人来ちゃったね。のんびりできなくなったね。さよう、だから宇佐美さんです。はい、あ、さっきの宇佐美さんはこちらの方ですね。そうですね、昭和52年9月に亡くなった。青年を思い出すわけで、私はしたい。あ、これか。青年は己を磨け、磨いた竹は光る。はい、なるほど、はい、小峠。ちょっと本当に人が飛ばすそんなこと言っちゃダメでしょ。ちょっと似てるなと思っただけです。なるほど、答え。これは結構有名ね。有名な言葉ですね。あ、ありました。静止菩薩。あ、なんでこれだけちっちゃいんだろう。あ、今パキッて言っちゃった。静止菩薩さん。これだけアップしとこうか。今回だじゃん。これなんて読むの。牛じゃねえ、なんだっけ。牛だ、牛。牛なの、うん、あなた何年。いや、教えない。え、ね、年マリアさん、だから10時か。どっから見出れんの。薬師如来。うさぎ薬師如来。もうどういうこと。牛年じゃん、あなた。なんで、うん、なんでどれ感情の仕方。ん、違うの。違うのよ。ネズミ。あ、じゃあネズミを探そう。目標のない生活に迷いと名前が確かに。確かに。確かに。てか、この薬師如来取ってねえ。こっから外出れんだ。全部巻いてからです。そうなの。はい、聖徳太子。え、聖徳太子、小さい頃のね。あー、なるほどね。お、東京湾観音の本尊。本尊っていうのこれ。ダンソン。
いや、だ、うん、現れてないな。ダメだな。てか、すげえ風が来るんだけど。石が起こってる。行きます？いや、大丈夫です。長生き。いや、大丈夫です。まあ、とりあえず、おとりになります。いや、私、願っても長生き。長生き。そんなに長生きしたの。あ？あ、ネズミ。ご本尊です。あがめよ。うん、あなたご本尊だって。うん。ご本尊です。これが有名なご本尊です。はい。じゃあ、なんかお賽銭あげといたら。見てよ。だってうち自分の年のやつお賽銭あげて。じゃあ一回止めとこう。てか一回うち外取ってみるわ。あ、この辺読んでは観音の慈悲にすがりて和光土に体験させた通し幸を願う。なんか呼吸がきつい。まあいいや、一回外に出ましょう。起こないように待ってんな。こんな感じ。竹こういう感じですね。ちょうど手のところにいるんだな。すっごいね。狭いね。あ、うち体挟む。あ、体挟まる。体挟まる。ちょうど手の部分みたい。手の部分みたい。映して、撮影して、映させて。はい。虚空蔵菩薩ね。はい。ちょうどあそこの外出た時すげえ狭くてさ、やべ、これハマると思ったの。人来ちゃったな、どうしようかな。一回止めるか。そうだね。もう、もうよ、これ読み方ないんだけど。これはもう無理ですわ。欠点言われて、稀な人となる。喜ぶ稀な人になるだろう。欠点言われて、喜ぶ。ような人となる。ような人、うん。ような人になる。薬師如来。薬師如来。薬師如来。そもそも分かんない。これ何個あるのこれ。結構。ね、か、そんなに言ってみなさったか。釈迦如来ね。釈迦如来ね。釈迦如来さん。はい。うん、で、こっちが足如来。人が来ちゃったからね。足如来ね。足如来さん。怒りの心を出さないとね。うん、まあ、いつもの私ですね。怒りの具を出さない。てっぺんかい、ここ。あ、違うな、15階だな。15階不動明王。はい、不動明王。動かない神様の不動明王。うん、北山霊園のとこにあった不動明王、どっか行っちゃったんだよ。大日明だ、うん、大集結だ。お、ご記帳ください。書くの？これだってさ、あれでしょ、うん、名前、本名書かなきゃいけないんじゃないの？書いてないんだろ、誰。あ、書いてる、書いてあるか。あ、じゃあちょっと映せないじゃん。映せないよ。うん、やめとこう。外の景色撮りましょう。東京湾です。向こうは神奈川県ですか？大丈夫です。あのね、さっきお参りしたんで。どこ行ったかな。あ、
弥勒菩薩。はい。でもここは違う。阿弥陀如来、あ、これよく聞くの。阿弥陀如来はうちはそうなの？僕あんまり聞いたことないけど、阿弥陀如来。あ、阿弥陀くじ。阿弥陀くじの阿弥陀如来。いや、そうなんでしょ？うん。阿弥陀くじってそこから来たんでしょ？うん。大丈夫でしょ？てっぺんきます？行くか。じゃあここで一回止めるか。